おはようございます。始まりました。マチャチャンネルです。今回はですね、このですね、トイックのですね、公式のですね、ボキャビュラリーブックですね、単語帳がですね、発売されましたので、そちらをですね、レビューしていこうかなと思いますね。トイック LMR Official Vocabulary Book という形で、ですね、オフィシャルなものですね。まあ、同時にですね、こっちも発売されていますね。トイック、リスニング、アンド、リーディングのですね、問題集、公式ですね。公式というですね。まあ、いわゆる俗に言う公式問題集というやつです。まあ、こちらですね、まあ、結構ね、今までのやつ、韓国の本と問題が被ってるって言ってですね、怒ってた人たちいたんですけど、まあ、これは被ってないということですね。ぜひぜひですね、まあ、これでですね、まあ、新しい方がいいですから、公式問題集っていうのは、古いものからですね、日本人ってやってきたがるんですけど、1から2とかですね。そうじゃなくて、なるべく5、4、3とですね、新しいものからやっていってください。ですね、ナレーターの声とか、あとは問題のですね、質だったりとかですね、やっぱり傾向っていうのがあるので、なるべくですね、新しく出題じゃない、出題じゃない、新しく販売されたものですね、発売されたものから買っていくっていうのを意識してください。ではではですね、こちら見ていきたいんですけども、で、まず気をつけてくださいね。帯なんですけど、ね、ここに書いてありますね、ここですが、このですね、過去のテストから激戦した線の品質語が学べるということで、線です。載っているのは線ですね。さらにですね、気をつけてほしいのはですね、買うとき、後ろですね、こっちもちゃんと見逃さないようにしてください。基本のと書いてありますね。そうです、これ基本レベルの本なので、で決して高いレベルの単語は載っていませんので、数個載ってるかな。ちょっと、はい。でまあ、トイックに出てくるインプレメントとかですね、ウェイとか、その辺の高いレベルのものは多少は載っていますが、基本的には優しめのものです。基礎的なものだと思ってくださいですね。で、このショットを戦うレベル、類書としてはそうですね、自分のこれがかなり類書かなと思いますね。この基本単語ですね、基本の600語って言ってるやつですね。まあ、600語っていっても類、いろいろ補足情報がいっぱいあるので、かなり、太くはなってるんですけどね。例文中によく出るやつをですね、いっぱい入れてますので、なんですが、はい。で、あとはこれでしょうね。銀のフレーズとかね。これ基礎編ですね。この金フレの基礎版っていうやつだと思います。だから、全体としてのカバー率としては、やっぱ基礎なので、金フレはやっぱり全然なんていうか、金フレを脅かすものにはならないと思いますね。金フレっていうのはかなり幅が広いものなので、その金フレファンの人たちっていうのは、で結構できる人たちもいっぱいいますよね。なんで、でもこれは、ほんと基礎なので、600点いかない人とか、600点台の人とかですかね。その辺の、人向けだと思います。700点台になるともうほとんど分かっちゃうっていうことになりますね。そして、テストに出たままの例文で学べる。ですね。ちょっとこれは、どうなんでしょうか。語弊があるのかどうなのかよくわかんないですけど、出たままの形をしてるけれども、そのままではないと思いますね、多分ね。文は変えてあると思いますよ。まあ、どういう風にですね、それがわかるかっていうと、結構ね、代名詞で始まってたりする文が多くてですね、C とか He におそらくここ元々の名前が入ってたんだろうなっていうのが代名詞に変わってる感がありますね。なんで、自分的にはその元、本物、トイックの本物で出てくるんだったら、Mr. なんとかみたいなですね、その名前が見たかったな。トイックっていろんな国の人の名前出てくるので、それが公式で見れるんだったらよかったな。で、そのカタカナ表記されたらどうなるんだろうなとかですね、結構あったんですけど、それが見れなかったので、ちょっと残念かなっていうのはありますけど、はい。で、公式初の品質単語帳ということで、まあ、公式は前に単語帳あったんですよ。出たことがあるんですけど、それは問題集のものをそのまま貼り付けただけで、そこに載ってる単語がただこう羅列されてるだけで、もうボロクソに言われてですね、人気が出なかったんですけども。はい。で、はい。では、それぞれですね、これのですね、こっちのですね、いいところとか悪いところっていうのをですね、見ていきたいと思うんですね。まあ、いいところはやっぱりですね、公式なんで、ね、本当にですね、トイックにそのまま出てくる単語ですね、が載っているっていうのが、いいところですよね。ちょっとね、なぜこの単語を選んだんだっていうのは、多少あります。なんでっていうですね、
そんな単語ですね、エアロビクスとか出てますからね、ここじゃないでしょうですね。だったらもうちょっと重要な線を選べよっていうのは多少ありますよ。多少あるけど、でも全体的に見るとチャットトイックに出てくる単語になっているの です、ね、それはいいかなと思いますね。で、あとはです、ね、この品詞ごとに習ってて、でさらに、アルファベット順です。でちょっとこれが嫌だっていう人は嫌、ですよね。何もただただ禁止でアルファベット順だから面白くないですね、っていうのはあるかなと思いますね。自分としてはね、この青い部分がこの単語で、後ろにですね、熟語みたいなのが緑で載ってるんですけど、結構この緑の部分は、おすすめかなって、結構トイックに出てくるものが、よく出てくるかなとですね、部分付きの形容詞とかっていうおまけ的なやつですね、あれも、あれか、複合名詞か、ですね、名詞のやつは複合名詞が出てて、で、形容詞のやつはハイフン付きの形容詞っていうのが出てるんですけど、その辺がちょっと面白いなと思いましたね。こういうのあんまり、載ってなかったんじゃないかなと思いますね。で、熟語系のやつはかなり役立つかなというふうに思いましたね。はい、そうそう。インデックスとして例文中のセットフレーズっていうのがね、結構ついてね、それはちょっと良かったなと思いますね。こうやっぱ、そう、例文中に出てきているセットフレーズですね、熟語的なものが並んでいます。この辺のものが良かったです。この例文中のセットフレーズとか、ハイフン付きのやつとかですね、その辺がすごく、これためになるかなと思いました。補足情報みたいなのがですね、全部単語の下にですね、載ってるので、その補足情報をも結構役立つかなと思いますが、ですね、ただここもですね、補足情報は、これ ETS が作ってるって書いてあるんですけど、補足情報は絶対に ETS は作ってないので、日本語で書かれてて、日本の人が、わかんないです。誰が書いたのかわかんないですけど、補足を加えてるんで、その人は、トイックの専門家ではないなっていうのが分かっちゃいますね。トイックに出ないことも結構書いてありますね。なのでちょっともったいないかなと思いました。ここがね、本当のなんかトイックのすごいスペシャリストみたいな人が書いてたらもっと役立つものになったなっていうのが印象的ですね。はい、続いてですね、問題かなというか直した方がもうちょっといいなって思うものはですね、訳語ですね。訳がですね、当然いろんな訳あるじゃないですか。トイックのその単語1個でもいろんな意味があるじゃないですか。そこをもうちょっと網羅してほしかったなっていう印象ですね。その基本的に1個1個なんですよ。訳が1個しかついてなくて、で多少を2個とかついてるだけなんですよ。でももっといっぱいあるでしょですね。もっといろんな意味があるじゃないっていうのがあるんですよ。そこがね、ちょっともったいないですね。最高でも2個なんですよ、これ確かね。でもです、ね、その意味じゃなくて、こっちの意味の方がもっと出るじゃない、トイックがっていうのがちょっといっぱいあるですね。そこがもったいないですね。トイックで重要なのは、その意味じゃなくて、こっちの意味でしょっていうのが、ちょっといくつか出てしまっているので、それがちょっともったいないなって思いましたね。自分だったらそこを直すかなと思いました。はい。そうですね、本人はいっぱい訳つけてるんですよ、ね。いろんなので出題されるから、たくさんつけてるので、ですね。ただそうするとね、やっぱりそうスペースをいっぱい取っちゃうんでですね、あんまりたくさん単語を載せられないっていう欠点がありますね。だからこっちの方が、見開きでですね、10単語載ってるので、こっちの方がたくさん見出し語を載せられるっていうのがありますよね。はい。で、いいとこ悪いとこっていうのは、そういった形でいろいろありますのでですね。で、ぜひ、手に取ってみてもらえればなと思いますね。レベルが高い人が、買うことはお勧めしませんですね。基礎レベルのものであるっていうのを忘れないでくださいですね。で、ぜひぜひですね。まあ、比べてみても面白いかな。両方買ってもいいですよ。両方買ってもいいですけど。それでも面白いかなと思いますね。はい。初級者におすすめの本になると思ってくださいですね。多分専門学校とか大学とかですね、狙ってるんじゃないかなと思いますね。そこで採用されるっていうとやっぱ大きいので、たくさん買ってもらえますからね。それを狙ったのかなっていうのが印象ですね。はい。ぜひぜひね、これを参考にしてもらえればなと思いますね。だからトイック好きとか、トイックマニアの人は、はい、ぜひぜひ手に入れてもらえればと思うんですけど、それ以外の人でも700点とか800点持ってるっていう人にはいらないというものになりますので、そういった形でですね、今回はですね、この本をレビューしてみました。はい、ぜひぜひ参考にしてみてください。はい、Thank you for watching.Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.